ありがとうございます。楽しい。はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。はい、それではご紹介します。はい、ピンクのピンク担当、高校2年生17歳の瀬織美月です。よろしくお願いします。せーめっちゃガンガン行こうぜ。ありがとうございます。はい、ピンクの水入担当、迎える中学3年生の14歳です。よろしくお願いします。じゃんじゃん。はい、ありがとうございます。私たち目指せ一等生ピンクルです。よろしくお願いします。はい、それではピンクルの告知します。はい、私たちは今週の日曜日にここ金山クラブサルで、はい、おはるさんの卒業ライブと一部に出演させていただきます。一面出演させていただきます。イエイイエイ。やりたかったのに。あ、土曜日だって。はい、まあそういう引っ掛けみたいな感じ。みんな気づくかなと思って。まあそういう感じ。うん、ごめんね。だそうです。はい、ということで、はい、土曜日出演します。そして私たちは、あ、そう、今日今年最後のテレビ公演です。イエイイエイ。え、めでたくないこれ。もっと見たい、もっと見たい場合は2015年第1回目の定期公演遊びに来てね。はい、はい、どうですか、今年から始まった定期公演ですが。すごいな、早いね。早い、もう半年ぐらいかな、定期始めてね。早くね。早くない？6月から、ちょ聞いて、すごい面白いお話、ちょっと振り返る、うん、6月の1回目の定期公演とか、お客さん2人とか。はい、ちょ、これマジだよね、キロルさんの時になるとみんな、みんな来るんだけど、すっごい来る。ツインクルの時、今日もいないね。はい、頑張ろうってやってて、うん、半年経って、まあみんなツインクルのこと好きなんだね。そうでもない。じゃあもう何と話していいかわからんかなったけど、とりあえず今日が最後です。イエーイ。もうね、最後なんでさ、こうやってグダグダしちゃうからね。ね、はい、最後に一言。最後に一言。じゃあもう次の曲いきます。それではね、次の曲、上下上下縦と、前と後ろ、前後に移動するところがあるから移動してください。いいですか？いいですか？イエーイ。もういいね、始めるよ。いいよ。それでは聴いてください、マーベルライフ。Happy birthday to you. おめで
ちょっとヨルちゃん来て、はい、説教。なんか持ってるの持ってない、持ってない。ゆうきさん絶対今なんか渡しましたよね。渡せないよ。え、本当に。あ、手でこっち。はい、みんなもっと前来て。いいかい、前来て。はい、もっとさ、後ろに溜まってる人も、トゥインクルの名前初めて聞いたって人も。はい、寄せて寄せて。はい、いいよ。来いよ。行きまーす。ハッピーバースデー。イエーイ。オッケー。おめでとう、ゆらちゃん。ゆらちゃん。ゆらちゃん。はい。目つぶって。いいから、口開けて。開けんな。ちょっと。あ、違う違う。ちょ、ごめんごめん。鼻閉じて、行くよ、せーの、吸って。しゃべってしゃべって。あ、止まってないよ。つまらんすぎる、ちょっとお前つまらんすぎる、こいつ。ちょっと来て、前来て、前来て。ちょっとちゃんとやろ。先に息吐かない。あ、息吐くの、これ。どうやってやんの。いや、やったことないんだよね、イロ。じゃあ息吐いて。吐いて、とかもらってやるのが初めてで、すごい嬉しいです。はい、え、そんな MC も上手くないし、
多分ね、約1年ぐらいゆらちゃんといるんだけど、初めて手紙書くと思うね。はい、でもなんか今日授業中に書いてたんだって、これ。でもなんか授業中に書いてたら、なんかすっごい長くなっちゃったから、省略して読むね、どんどん。いきますよ。聞いてね、みんな。真剣な話するから、今から。いくよ。あ、緊張する。ゆらちゃんへ。やっほー。今、みつきは何してるでしょう。国語の授業です。ちなみに短歌。さて、今日は初めて手紙を書いてみました。何書こうかな。もうすぐ15歳のお誕生日だね。早いね。ゆらちゃんが15歳とか、高校生とか、少し気持ち悪いね。自己紹介も14歳じゃなくて15歳って言うんだね。1年って早いもので、ゆらちゃんと活動を始めてもうすぐ1年です。14歳のゆらちゃんとは本当にいろんなことがあったね。本当にたくさんあった。2月に始まったみつきとゆらちゃんとプラス3人のメンバーで結成されたアルカナパフェ。正直この頃のゆらちゃんはいつも弱音吐いてて、なんか蹴ったらどっか飛んでっちゃいそうなゆらちゃんで、なんか弱ってたの。そうで、どこまで弱ったっけ、弱音吐いたね。で、そんなゆらちゃんを見てみつきはいつゆらちゃんが辞めるっていうのかと毎日ハラハラしてました。5人いたメンバーでも一番仲が良くて、どこへ行くにも遠征とかずっとゆらちゃんと2人でいて、結成から数ヶ月してメンバーがどんどん辞めて、みつきとゆらちゃん2人になって頑張ろうってなってた時に、大人の事情で活動が困難になって、やむを得ずアルカナパフェっていう名前を捨てて、トゥインクルっていう名前で活動が始まったね。最初は本当にそれがショックだったし、みつきもショックで毎日夜中まで電話して、本当にこれから先どうしたらいいのか分かんなくて、一寸先は闇状態で、ずっと電話してずっと2人で泣いてて、どうしたらいいんだろうねって話してたことがもう懐かしいね。そしてツインクルとして6月からゆうきさんが定期公演っていう機会をくださって、一歩一歩またそこから少しずつ2人で頑張ってきたね。最初は全然、さっきも言ったように定期公演見てくれる人も、普段のライブでも朝早かったりするとみつきたちが全然人が来てくれなかったんだけど、だんだん見てくれる人が増えたね。ツインクルって名前覚えてくれる人も増えたね。コールしてくれる人が増えたよね。何もかもなくなって2人でちょっとずつここまで来たね。14歳のゆらちゃんには本当にたくさん迷惑かけられたし、そう、何回も遅刻するし、何か言っても言うこと守れなかったりするし、例の人にゆらちゃんのことで注意受けることもありました。でもみつきはこの1年、約1年間ずっと横にいたのはゆらちゃんで、これから先何があろうともきっと横にいるのはゆらちゃんなんだろうなって思います。このわがままで気分屋なみつきと一緒にライブしてくれてありがとう。年齢も性格も好みも全く違うけど、同じところを目標にして一緒に頑張ってるのは確かです。何か悩みがあったら一人で溜め込まずに言ってください。きっとこの先思うようにいかなくて諦めたくなることも嫌になることも絶対たくさんあると思うけど、その時はたった2人しかいないんだから、お互いに支え合いましょう。これまでいろんなことで喧嘩して、これ以上ないってくらい揉めたみつきたちは、多分もうこれ以上揉めることはないと思いますね。今までたくさんありがとう。これからもよろしくね。 MC も苦手だし、ダンス覚えるのも遅いしバカだけど、そんなゆらちゃんの横がみつきの居場所です。ゆらちゃんもそうだといいな。今年はついに受験ですね。
勉強と両立するの多分絶対頭悪いから多分両立とか絶対できないタイプだと思うしでも頑張ってください美月ができることはできる限り支えていきます負ける戦い美月はいつでもゆらちゃんの味方です多分ここにいる誰よりもゆらちゃんのことが好きです14歳のゆらちゃん少し早いけどお疲れ様です素敵な一年にしようと大好きおしまいあとね似顔絵描いたのうんさる見てね後でちょっと待ってほしいあげるありがとう泣きそうなんだよね泣かしはいはいということですはいだから今日ここにあゆらちゃんの生誕サプライズでやるって聞いて来てくれた人多分多いと思うんですけどありがとうございましたありがとうございますせものだねありがとうございますさあ最後に待って本当に一言真剣にもゆらみつきちゃんに手紙もらったのも初めてだし今振り返ると本当に この1年はいろんなことあったしもう本当にどうしようかとか読めようかとか全部みつきちゃんに言って言ったしでもやっぱり支えてくれたしいろんな離れちゃっちゃった人もいるけどやっぱりそのままついてきてくれる人もいたし今思うと本当に幸せ者だなってすごく思いますなのでこれからもずっとついてきてくれたら嬉しいです本当にこれからもよろしくお願いしますはい総選挙みたいになってたね総選挙みたいどっかのこんなに泣くことないのにということでめっちゃ練習してるやん何かめっちゃ練習してるやんということでなんかゆらちゃんに背取りめっちゃ覚えさせたけど今日3曲しかやりませんはいあちょっと待って、喋ってたよ。いや、だから、MC ダメなんだって。3曲やらない。なんかさ、めっちゃ6曲を覚えて、6曲間違えた。めっちゃ頑張らなきゃ、セトリめっちゃ難しくって、今日のセトリが。だから、めっちゃ裏で、今日のセトリ何かわかるずっと言ってたんですけど、それが全部台無しっていうあれですね。あと、今日こんなに嬉しい日なのに、私さっきみつきちゃんのコテで火傷しまして。あ、いやもう、感動？わかんない。けど、嬉しかったです。もういいわ。話無理なんだよね。はい、ちょっと押してたらごめんなさい。ごめんなさい。はい、じゃあそれ置いて最後の曲やりたいと思います。何？いいかな。はい、それでは最後の曲いきたいと思います。マーベルライフ。Yeah!
ありがとう。